皆さんの暮らしに役立つ情報をお届けするヤロポンと、皆さんの暮らしに役立たない情報をお届けするアルミカン赤坂です。ガカンガンだ。役立つ情報お願いするよ。嘘ですよ。役立たへん情報ってどんな情報を教えるけん。まあね、例えばですよ、まあ、メガネをこうやって私外しますと、はいはいはい、松雪泰子に似てるんです。役立たんな、おい。役立たんな。私たちは今、はい、ここ京都は亀岡にありますサンガスタジアムバイ京セラの前にやってきました。やった。今から私たちは夜のこのナイターゲームで、はい、京都サンガ FC を応援します。でまだちょっと時間があるでしょ、はい、あ、そうですね、まだちょっと早いですね、うん、でその時間がある前に、はい、このサンガスタジアムバイ京セラの周り、はい、スタジアム周りにまだまだ皆さんが知らない楽しいところ、はい、美味しいところ、はい、魅力のある場所、これをねやっぱダダーンと紹介したいわけだよ。おお。でもなんだかんだ言って2人でポーンと紹介してはい終わりやったら面白ないやんか。こんな方たちに協力していただきます。 お願いします。どうぞ。お、あら、あらららららら、どうですか、どうですか。ちょっと誰ですか。いや実は、はい、まあ僕ら2つのチームに分かれて、はい、ヤノパンファミリーっていう感じでね、はい、ご紹介しようと思います。よろしくお願いします。赤坂チームは、はい、まあ、いやもう私もガチで行きますから、もう落としにかかりますんで。ということで、はい、じゃあ2人で分かれて、はい、行きますか。はい、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあこっち、僕らは、はい、じゃあ私らこっちですね。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。サンガスタジアムバイ京セラの魅力をもっと知ってもらいたい。京都府北部からヤノパンファミリーチームが、南部からは赤坂カップルチームが、サッカーだけじゃない周りの施設やグルメも楽しめるガイド番組、ガイドするのは私アルミカンの高橋沙織です。それでは張り切っていきましょう。サンガスタジアムバイ京セラ満喫旅、今行きたい京都亀岡。ヤノパンファミリーがやってきたのは湯の花温泉郷。光学は僕のことをお父さんと思って、本当の、はい、呼んでみて。父さん。何？お母さんって呼んであげて。お母さん。父がいやちょっとぎこちないけど大丈夫？まずご紹介するのは湯の花温泉松園荘保津川邸。うわすごい、すごいね。まるでもう映画のセットみたいじゃない、うん、京町屋を思わせる趣あるエントランスが印象的な和風旅館。客室は木のぬくもりが伝わる落ち着いた空間。プロが選ぶ旅館100選にも選ばれる安心のお宿です。お料理は亀岡の豊かな大地が育む農作物、丹波牛などの銘柄牛、京都中央卸売市場直送の新鮮な魚介類などを使用した豪華な味わい。そして何といっても名物は自然豊かな環境の天然温泉。800坪という広大な敷地に立つ大浴場棟には内風呂はもちろん2つの露天風呂を備え温泉三昧。サンガスタジアムバイ京セラ行く前にこうやってちょっと体温めのいいやろ、うん、ちょっと2人には温度差ありそうやけど、でも気持ちよさそう。一方リノママは、足裏マッサージの真っ最中。松園荘保津川邸にはエステもあります。温泉との相乗効果でさらに綺麗にリフレッシュ。家事でお疲れのママは必見です。私は足裏マッサージでリラックス、気持ちいい。
松園荘保津川邸では JR 亀岡駅までの送迎も行っています。こちらに車を止めて送迎バスでサンガスタジアムへ行けますよ。一方、京都府南部からの赤坂カップルチームがやってきたのはトロッコ佐賀駅。私がデートをコーディネートするから、私のこと本当の彼女だと思って楽しんでね。はい、よろしくお願いします。ちょっと距離距離ちょっと距離感あるよ。あ、すいません。はい、そうですよね。そうね、敬語もやめてね、はい、敬語なし。彼女やねんかね。あ、わかりました。オッケー、じゃあトロッコ行くよ。はい大丈夫かなこの2人。ということで赤坂カップルチームはトロッコ列車に乗り込んでサンガスタジアム by 京セラのある亀岡へ。嬉しいね。あの魅力なんですよ。そう、手振ってもらって。ちょっと、うわ、綺麗。佐賀嵐山と亀岡を結ぶ観光列車、佐賀のトロッコ列車。ディーゼル機関車に引かれるアールデコ調の5両編成で、窓ガラスのないオープン車両からは保津峡の雄大な景色を堪能できます。はい、チーズ。いや、絶対カップル違うやろ。なんやろ、親子続いて矢野パンファミリーチームは地元の方に大人気のカフェで昼食をとることに。お腹減った人、はい、やってきたのはカフェドマザーズ。天井が高く開放的で日が差し込む気持ちのいい店内です。こちらではお店の名物の国産牛を使ったお料理をいただくことに。すごいの来たな。おい、すごいですね。約450g ぐらいです。はい、たくさんありますけどあっさりしててすごくペロッと食べれる。 450g、はい、食べきれますかね。食べきれます。おー、はい、大丈夫ですソースもいろんなお味で、味変して食べていただけるお肉となってます。ここでうちのあの甲賀の前にあるのは、はい、これこちらがね、ハンバーグランチになりまして、長時間煮込んだデミグラスソースと、あの絶妙のタイミングで焼き上げたあのハンバーグに上がってます。じゃあ食べるか。食べましょう。ポン、いただきます。よし、じゃあお父さんから。マザーズ特製ワンポンドステーキプレートセットをいただきます。うわ、味わいがあるねお肉に。いや、噛めば噛むほど旨味が出るわ。いや、ちゃんとだから赤身の旨味がね残ってるのがポイント。続いて甲賀くんは手ごねハンバーグセットをいただきます。めちゃくちゃ美味しい。よっしゃー。じゃあお母さんもいただきます。うん、あら、おいしい。本当に油あっさりしてます。これあっさりしてるから全然このボリューム感だけど食べきれますね。全部食べれるでしょ。うん、はい、食べれます。おいしい。お肉うまいよね。噛めば噛むほどうまいっしょ。おいしい。よっしゃ大満足の矢野パンファミリーでした。ちゃんちゃん。一方、赤坂カップルチーム、トロッコ佐賀駅からおよそ20分、終点のトロッコ亀岡駅に到着です。いやー、でもなんかお腹空いてきたね。空いてきた。何が食べたい？和食がいいな。分かってます、分かってます。なぜなら私は浩二くんの彼女だから。いいお店知ってるね。本当に？そこにレッツゴー。いや、なんかずっと鬱陶しいなこの人。やってきたのは頑固亀岡楽楽荘。歴史ある邸宅で和食が楽しめるレストランです。まずご覧いただきたいのがこちらの洋館でございますが、はいはい、こちらですね、田中源太郎さんという実業家であり政治家だった方の住まいにされてたところで、国の有形文化財になっておりまして、はいはい、ここで食べれるんですか。はい、そうなんです。うわ、贅沢
雄大な日本庭園を眺めながら豪華な洋館で旬の味覚を堪能します。おごそかな感じでこう、ね、気持ちが凛とするよね。いや本当にすごいよ ね、 ねでね、またこのお料理が、ね、超豪華 ね、これすごい。こちらの方は夏の特別御膳釜飯付きのコースをご用意させていただいております。旬の食材のお作りとかで鴨の方を使わせてもらったり、 あと冬瓜ですね、はい、夏の冬瓜で冷やしの冷製のそぼろあんに仕立てております。ちょっと料理長、こちらは何なんですか。じゃあ蓋を取っていただいていいんですか。はい、いきますよ。じゃん、うわ、はい、こちらうなぎを使ったうなぎの釜飯になっています。うわ、いい香りですね。いただきます。まずはうなぎの釜飯から。いや、顔顔うなぎみたいな顔なってる。おいしい。うなぎふわふわでお出汁がよく染みてて、またこのごぼうですか。はい、食感いいですね。 ありがとうございます。こちらも美味しそうですね。はい、そちらはキノカの鮎の塩焼きになってます。いただきます。そして夏ならではの川の恵み、鮎の塩焼き。うん、めっちゃ美味しい。身の甘さと塩気がすごいバランスよくて、うん、めちゃめちゃ美味しい。うん、伝わる。いや、伝わらへんわ。いや、ほんでなんやねんこのイメージカット。いや、いらんいらん、何その顔。そんな二人にサプライズサービスが。お食事中失礼いたします。本日ですね、お祝いのお席とお伺いしておりましたので、はい、お店からとお気持ちなんですけれども、このような祝い台をご用意させていただきましたので、またよろしければお召し上がりくださいませ。まさか私たちがカップルになったのを祝ってくれてるってことですか。ご一緒にさせていただきたいと思います。いや、なってへんやろ。ありがとうございます。ちょっと気が利きすぎですよ。 ありがとうございます。お誕生日や記念日、長寿のお祝いなどおめでたい席の際にはお店からお頭付きの鯛がサービスしてもらえることもあるんです。いや、鯛って渋いね。こう、私たちの記念日をお祝いしてくれてね、持ってきてくれた鯛って嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しいよ ね。いや、コメント普通やな。え、ボケは。いや、なんかこのまま終わっていく。お腹もいっぱいになったことだし、ちょっとアクティブなことでもせえへん。楽しみ。お、うん、ということでやってきたのがこちらです。わ、すごい馬がいる。すごい。こんにちは。こんにちは。2人が訪ねたのが観光馬車で自然の中の散歩が楽しめる京馬車。今回ですね、お二人をご案内するこの子はスピカ、はい、という名前の馬になります。はい、女の子ですか。あ、はい、スピカは女の子です。はい、あれほらね、馬の餌やり体験ができますので、そうなんですか。あげていただければ。スピカ、人参食べて。あ、わあ、すごい。かわいい。めっちゃ高知くんのこと見つめてるやん。めっちゃ見てた。ちょっと、いや、気持ち焼いてまうわ。めちゃめちゃかわいい。すごい可愛い。ちょっと いいですか。どうぞどうぞ。スピカちゃん、はいはい。え、食べてくれ。スピカちゃん分かってるわ。すごい、めっちゃ可愛い。いや、誰と張り合ってんねん。ほんで、なんでこっち睨んでんねん。すごい、楽しいよ。さあ、スピカちゃんの引く馬車に乗り込んで出発。緑豊かな保津川沿いの道をのんびりゆったりと進みます。あ、ちょっと見て見て見て、ほらほら、あのサンガスタジオが見えてきた。ほんとや、すごい、大きい。いやー、サッカーも楽しみやね。うん、楽しみ、めっちゃ楽しみ。いや、もうこの二人ええわ。景色見して、景色。そして馬車が到着したのは、ゆうこ、うん、次って何するの。ここではさらにアクティブな体験ができんね、うん、その前に一緒にジャンプしてくれる。ジャンプ、え、うん、まさかあれやるつもりじゃ。せーの、ジャンプ。いや、急に昭和の演出。え、この格好ってもしかして。今からラフティングを楽しみます。ラフティング。はい。え、どなた。尾崎さんです。尾崎さん、すごい綺麗な景色が楽しめたり、動物とかもいっぱいいるので
楽しんで頑張りましょう。はい、頑張ります。私たちの愛の力で頑張ります。頑張ります。いや、どういう意味やねん。では出発。風がすごい。すごいすごいすごい。これは気持ちいいね。いい。せーの。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、ストップ。なかなかいいんじゃないですか。息合ってますか？息は合ってますよ。初めての共同作業です。いや、やかましは。保津川の穏やかな流れをゆったり進むファミリー向けのコースなので、小さなお子様でも安心、普段着で気軽に楽しめます。すごーい。すごい。めっちゃ楽しい。乗馬車とラフティング体験がセットになったお得な体験コース、素敵な川の旅もここで終了。いやー、楽しかったね。楽しかった、めちゃめちゃ。なんかこう2人でこう共同作業できてから、すごい距離が縮まった気がする。縮まった、ね、よかった、うん、めっちゃ縮まった。なんか薄っぺらいよね。薄っぺらい。うん、ずっと薄っぺらかったよ。ということで、サンガスタジアムバイ京セラの前に来ました。まだちょっと試合まで時間があるから、体動かしに行きませんかって話。行きますよ。ということで、やってきたのはスタジアムの中にあるスポーツクライミングの施設、グラビティリサーチサンガスタジアムバイ京セラ。初心者から経験者まで、老若男女が大小さまざまなクライミング、ボルダリングを楽しめます。まずは光賀くんが挑戦。すごい。よし、スタート。あー、よし、ちょっと早いね。早くない？え、ちょっと上手すぎひん？運動神経すごい。え、あれどこがゴール？これゴールですね。え、早っ。あれゴール。すごい。いや、余裕だった。いや、すごい。やったね。うちのリノは。続いてリノママが挑戦。足ありますよ。これ。それ。それ OK。それ。右足も。これも。そうそうそう。リノママなんか運動やったことある？クラシックバレー。あ、じゃあもう柔軟が。これも使っていい。そう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 。ほら、ゴールいっちゃいます。よいしょ。で、登らなくてもゴールなんじゃない？あ、ゴールゴール。イエイ。イエーイ。やった。え、ナイス。イエーイ。え、面白い。かっこいいとこ見せて。任しとき。よ。最後に矢野パンパパが挑戦。パパ、頼んますよ。あ、ナイスナイス。よし、頑張れ。で、で、右足がまた出てきます。これ、はい、頑張れ頑張れ。えー、ここ早い。もうあと次がゴールです。え、すごい。リノ、コーガ、これがガーザーだ。いや、できてまうんかい。落ちひんのかい。いや、なんですかこの達成感。すごい、見ててかっこよかった。すごかったね。いや、もう嬉しい。ちょっと橋場さん、はい、これ誰でもできるんですか？そうですね、もうどなたでも、どの年齢の方でもね、楽しめるスポーツになってますので、もうお気軽にお越しください。あざます。おい。いやー、ちょっとパパもう一回やっていくわ。今回やる？やりたい。よっしゃ。じゃあもうちょっとだけやりますわ。どうぞ。やる。よし、行こう。おすすめの施設をもう一つ、 VR フィットネスゾーンには、大きなスクリーンに映し出されたデジタル映像に合わせて楽しみながらバイクを漕ぐ VR スタジオがあります。バイクなんだか。お、来た来た来た。ラスト。よーし。OK。 1、2、1、2。ゴー OK。
じ。いや、なんか変なん来たけど、大丈夫？コージ。ケノパンさん、報告があります。なになになに？私たち、本当にカップルになりましたねー。いや、なってないです。なんの？なってないです。今のこれは何？一緒にやってくれたよ。ピピピピピピピあれ、茶色カード？色が分かれてください、これ今すぐ分かれてください。すぐに。いや、なんやこの茶番。ほんで見て、コウガ君退屈そうにしてんで。ファミリーが来たらという体で楽しいところ、スタジアムの周りを紹介したわけですから、別にええねん。いいですね、わかりました。言うてる間に、はい、もう間もなく京都サンガ FC の試合が始まっちゃうじゃないのよ。そうですよ、ファンが応援しましょう。でしょ、はい。まあ、ただね、僕らファミリーがその試合前に楽しむのはスタジアムにね、あるグルメを楽しまない。やっぱりあーいいですね。なこがイエーイ、楽しそう。ちょっと悔しい。どうした、スタグル行こう。スタグル、じゃあ私はグッズ行こう。グッズを。赤坂カップルチームはサンガ応援グッズを紹介。ほら見てよ、グッズいっぱいあるでしょ。すごい。特にね、タオルですよ。タオルね、声を出して応援できないじゃないですか。だからね、こうやってタオルを掲げて応援するんですよ。こうやって、そう、もうこれは必需品ですよ。すごい、これ。そしてほらほら見て、ほら、マスク、かっこいいでしょ。すごいね、色が。ね、このシンプルな口がもうかっこいい口になるわけですよ。いや、なんじゃそれ。シンプルな口って何やの、ね、なんか。そう、そしてですよ、今一番おすすめの商品とかってあるんですか。今年の夏はもちろんこれです。この首掛けファンです。首掛けファン、はい、風量が調節できる首掛けファンなんですけど。あら、男前がより一層男前だった。これすごい、ね、ここめっちゃ冷える。あ、本当に風が来るの、うん、すごい、めっちゃ気持ちいい。いや、これはね、いい、絶対いる。この夏絶対必要。買ったる。買ってくれる。買ったる。もう似合うからじゃあ買って、うん、お願い。じゃあレジ行こう。レジ行こうか、うん、ありがとう。よし、みんなこんなね、応援グッズをいっぱい買って応援に行くぞ。ヤノパンファミリーチームはおすすめのスタジアムグルメを紹介。おすすめのスタグルは何ですか。ステーキ丼です。ステーキ丼。ステーキ丼、ステーキ丼ってのはあんだね。はい、どうぞ。うわよいしょ、うん、どうだどうだ。おいしい。いや、いい食レポ、いい顔やわ。ついた。赤坂さんよりうまい。うよっしゃ、これで応援するぞ。すいません、はい、おすすめのスタグルは何ですか。柏冷やしぶっかけうどんになります。柏じゃん。柏てんこ盛りです。ねえ、うん、柏大きいだ。なんかうん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 、合う合う合う。柏とうどんが合う。おいしい。合うばっかりやな。こちらのおすすめのスタグルを教えてください。おすすめのスタグルは、なに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 、こちらのルーローまぜそばです。いや、おいしそうだね。いただきます。おいしい。いや、声大きいな。い、豚肉のね、これ甘辛い感じと、うん、麺にもちょっとやっぱ味があるっていうので、しっかりとした味わいになってる。うめえ。よっしゃ、そろそろ行くか。応援しに行くか。よーし。応援の準備が整ったので、みんなで京都サンガ FC を応援します。いやー、もうすっごい気持ちいい一日だったということで、はい、ファミリーチーム、そしてカップルチームに分かれて過ごしましたけども、はい、いかがだったかな。楽しかった。いやー、本当だ。
どうでしたか？最高でした。最高でした。いただきました。赤坂さん、はい、いかがでしたか？カップルになるためにもう一周行かへん？大丈夫です。断られてる。しょうがない、これが普通のこと。楽しかったね。ということで皆さんもね、はい、このサクラスタジアムバイ京セラ、周りには本当にたくさん楽しめる場所があります。皆さんも楽しみに聞いてください。さよなら。以上、サンガスタジアムバイ京セラ満喫旅、今行きたい京都亀岡でした。